ュージックモール浅井信太アコギの仲間たち2013年もいよいよね最終回の放送、最終回って言ってもこれで番組が終わるというわけではねないんですけど、最後の放送なんですけど、今回は、千歳モール、もうねずっとイベントとして長く続けさせていただいてますけどね、その千歳モールのクリスマスコンサートの、模様をですね、アラカルトで皆さんにご紹介させていただきます。2013年振り返ればね、レゾン学祭もう無事、時計台終了しましたしね、今年はあの冬物語、エゾーン冬物語とエゾーン夏物語、2つのね大きなイベントも成功することができました。そしてね、来年2014年は、時計台7回目の節目のね開催になりますのでね、2月5、6、7の3日間、ぜひエゾーンのホームページ見ながらですね、雪祭り見がてら札幌に皆さん来ていただければ嬉しく思います。そしてね、スペシャルなエゾーン企画として春物語が5月18日開催が決まっておりますのでね、来年早々また皆さんにご紹介させていただきたいなと思います。とりあえず今年最後の放送ということで、この場を借りて皆様にね、リスナーさんの皆さん本当に、見て聞いていただいた1年だと思いますのでね、感謝の気持ちを込めて、そしてスペシャルな今日は千歳モールのライブ映像で締めくくりたいと思います。また来年もぜひ皆さんこの番組ね見ていただければと思います。素敵なゲストをたくさん迎えてね、進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは2013年千歳モール、クリスマスコンサートの模様をどうぞ皆さん見ていただきたいと思います。こんにちは、今日はアコースティッククリスマスコンサートということで、トップバッターをやらせていただきます、3曲ほどやりたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは始めたいと思います。1曲目は、雪の降る街を、
の全部になっちゃうので、今年の5月に僕の通算4枚目の、ソロアルバムが出まして、それが、エゾンという、今日やってるあの主催しているエゾンのレーベルから出まして、大正ロマネという大正時代の曲を集めた CD が、その中から1曲花嫁人形という曲を作ってください、うん。I'm not afraid.
出した時はその小さな肩をそっと抱きしめて開ける思い出の場所は今の記憶の奥に色濃く残ってる。恥ずかしげな声で好きと言った、あの時より何倍だって愛してる。Thank you.
したした僕の左手はいつも消えると会いたいとそう叫んでた涙
Just like me.
オールという歌を聴いてください。CD も販売します。よろしくお願いします。